仙台城に集いし客人の皆々よ、こんにちは。こんにちは。今日もこの暑い日にようござった。奥州仙台おもてなし集団伊達武将隊、城主の伊達政宗にござる。我ら伊達武将隊は日々365日この我が居城にてこうして来てくれる皆々のおもてなしをいたす。ここまで来てくれても何もない。現世では前に入ったからといって刀を抜かれる。さて、日々もおもてなしをしているわけではあるが、本日はこの仙台城に特別な客人が来てくれた。長野県は信州上田の地より、信州上田おもてなし武将隊、真田幸村と真田重雄氏、こちらの方々がわざわざ森の都へ越してくださった。せっかくじゃ、仙台の者たち、そして遊びに来てくれた皆々に名乗り上げを。失礼いたします。皆々様、こんにちは。こんにちは。我ら信州上田おもてなし部招待、そしてこやつらが真田重雄氏の海賊頭、根津陣八にございます。よろしくお願いいたします。そしてその名のちっちゃいやつが槍の名士、穴山小助と申します。そしてもう一人、真田の忍び、サスケ隊のサルトビゆえんサスケと申します。そして私が真田左衛門介、雪村でございます。4名、わしのいとこ伊達重真、片倉小十郎、片倉北、そして足軽のサンタ、この4名とわしでおもてなしをさせていただきたいで笑いこれ。何やら世間ではこの平成の世ではわしらがライバルだとかなんだとか、刀を6本持つだとか、槍を持つだとか流行っておるらしい。おりますよな、赤と青とか。わし黒だからね。さて、この中で武将隊を見たことがないという人、今日初めて見たという人、結構いらっしゃいますね。かなり多いですな。全国には今いくつぐらいございますか。全国にどれくらいおりまするかな。20、30以上、まあ、公式だけでも10は、非公式のボランティア武将隊合わせると30以上。中にはボランティアなどというものもございます。わしらいくつになりますか。私が446でございます。わしも446、同い年です。さあ、こうやって400年以上の時を経て、はたまた1000年以上の時を超えて、いろんな武将が現世によみがえっておる。してわしらが一体担う目的、役目は何なのか。それはそれぞれの地の魅力、味、文化、風土、観光、それらの盛り上げといったところじゃ。遊びに来てくれた皆にいかに楽しんでもらうか、それを我らが役目としております。ちなみにこたびは何用でわざわざこのような東北の地まで、はい、仙台駅なるところで信州の観光 PR という発展にしました。お、何やら駅内では今全国の観光 PR ブースがあるようで。あ、ございます、ね、その一環でわざわざこちらへ足を運んでいただいたというわけじゃない、はい、だから今日は存分にわしらは仙台のことを話させていただき、上田の魅力をいっぱい仙台の者たちに伝えていただければ、はい、
ずれわしも足を運びたいし、現世によみがって3年経ったがまだ上田にわしは足を運んでおらん。恥ずかしい。私2度目でございます。負けました。というわけでじゃあ今日は一つ皆に仙台と上田の魅力を存分に知っていただこう、そういう思考じゃ。ぜひ短い時間でもあるが写真を自由に撮るか、まあね、ビデオ回しても構わん。それ持って帰って今度上田に行ってみようかな、仙台で今度別のところに行ってみようかなということを感じてもらえたら幸いだ。ではいくつかお題を設けてまいろう。お題、お題、これからの季節、まだ仙台夏とは思うせども涼しくなってまいった、これからは秋じゃ。秋といえば、お、食欲の秋でございます。あとは目で楽しむものといえば紅葉。紅葉、実は仙台も上田も見事な紅葉の産地だな。まあ失礼しました。というわけで紅葉の魅力など語ってまいろうかなと、はい、どこがいいところござる。上田の紅葉、うちの武将隊で紅葉マニアがおります。紅葉マニア、これは初めて聞いた。言うてみたいです。市の紅葉マニアが穴山コースです。はっ、ではでは上田の紅葉喋らさせていただきたいと思います。はい、もう後ろも、はい、存分に使ってかまわない。はい、大丈夫でございましょうか。後ろの方、私見えますか。あ、槍が見えてればなんとか。あ、槍が見えてる。はい、上田の紅葉、まずはですね、上田城。上田城は咲く、もみじの木やイチョウの木たくさんございます。上田城は秋になれば、雪村様の甲冑同じく赤備えに色づきまする。10月下旬から11月上旬、非常に綺麗になりまする。上田の紅葉の特徴といたしまして、気候の関係からか、紅葉の期間が長うございます。ということで長く紅葉が楽しめるというのが上田の紅葉の特徴でございます。紅葉の寿命が長い上田の紅葉で、仙台とは距離があるゆえに、上田の紅葉を見終わってから仙台に来ると仙台がちょうど見頃。あ、仙台の紅葉の見どころはどこじゃ。はっ、では私片倉小十郎を陰ながら皆にお教えしてみましょう。おお、存分に声と顔と体を使って表現する、うん、声と顔と体では私から、やはり仙台宮城の紅葉スポットですなと言いますと、蔵王、皆様蔵王というところをご存知ですか。知っております。宮城蔵王、蔵王、わしの白石のすぐ近くなんじゃが、そこにまあ、岡間というところがあるんじゃな。知っておりますかな、岡間。聞いたことがない言葉がござるであるから、何でも質問してくれる。岡間、岡間、岡間、岡間でございます。岡間ですな。岡間、岡間、浜のような地形になっている。まあ、その天然の山でですが、火山のまあそういった関係でできた、まあ、天然の湖があるわけです、うん、もう高い山でしてね、そこをこう、疲れたーってこう登っていくわけだ。やっと上に着いた時、その天然の河口湖、湖、岡本の、そしてこの秋には色とりどりの紅葉が広がってるわけなのじゃ。これはまさに桃源郷、この世のものではないのと、まあ、教えてくれるような自然豊かな場所が蔵王にはあるのじゃ。まあ、ただやはり人気スポットということでの、車で行くと何やら渋滞というものにはまりますが、行くのが大変と私は聞いております。2時間ぐらい待たされることがあるということですので、近くに駐車場がありますから、そこで止めて歩いていくのも、また歩きながら紅葉を楽しんで、さらには頂上に着いてからその河口湖と、それには紅葉を楽しむと、これもまた良いのではないかと私は思います。これで私の蔵王の紅葉スポットのご紹介を終わりたいと思います。なんでそんなマジックがあるの。森の楽園清掃跡、森の楽園清掃跡、森の楽園清掃跡、鈴木特殊いろいろとご存知で、よくご存知ですな。さすがにござりますわ。私も今年行きましょう。いいな。こういう日見た後はやはり体力使いますので、これを見ると
歩くからな、本当に。で、なので、宮城の美味しいものも。美味しいもの。美味しいもの。なるほど。それでは私、ぜひとも、どうしました、どうしました。マナベ様、苦笑いの。やっとテンションが上がった。やっとテンションが上がってまいりました。さあ、皆様、ご覧の通り、私の体を見ていただければ、こいつは、うまいもの、伊達馬を知っているんじゃないかというふうにこう思ってますよね。これサンタ名台詞。やばい。宮城の米。自分の構想だろそれは。宮城のお米大好き。渡辺様に仕えし足軽サンタでございまーす。ありがとうございます。ちょっと緊張しました今。そして今渡辺様からおっしゃっていただきましたように、私はお米が大好き。宮城といえば米どころ62万石でございます。その宮城のお米、この間早場米が収穫と相なりました。そちらおもてなし、言ってしまいました。そちらお名前がさらにおもてなしというお名前でございます、はい、そうか今、はい、おもてそれはあの滝川様のお言葉でございます。そしてこの後ですね、ヨークベニマルイトーヨーカドーにぜひ行ってみてください。どうしてじゃあおもてなしがもう売ってるんでございます。ありがとうございます。ただ、この前私が行きましたら売り切れておりました。びっくりしました。なるほどな、はい、米か。ただ安心してください、おもてなし、そちらは早場米、早めに収穫されるお米でございますが、宮城といえば今は一目惚れでございます。ご存知ですか、一目惚れ。ありがとうございます。そう、その一目惚れも大崎市の方で今収穫が始まっておりますゆえ、そちらもご期待ください。渡辺様、どうした？今年のお米は大変出来が良く、去年おととし以上に甘みが強うございます。献上させていただきますので、ぜひお召し上がりになってくださいませ。おー、はい、分かった。渡辺様、渡辺様、うるさい。それうるさいそのサンタのお米、うるさい。いやいやいや、一つだけ言わせてください。そのサンタのお米をさらにうまくする方法っていうのがございます。その前にわしの名前を覚えとるか。さあ、石黒、石黒、石黒。その通り、わしは伊達重真、覚えておけ。わしは政宗様から宮城の南の地渡りという場所をお預かりいたした。その渡りでは阿武隈川、きれいな川が流れておりましてな、そこで鮭が取れるんですな。その鮭、そしてお米を使ったとてもうまい料理がこの秋にあるわけじゃ。その名、はらこ飯と申すが、これをご存知かな皆様。はらこ飯知っておるもの。あ、知っておりますか。あ、それ嬉しい。そのはらこ飯、はらこ飯とは鮭の煮汁と一緒にご飯を炊いて、その上に鮭の切り身、そしてイクラを乗せたとても絶対ピンな料理でございまして、昔わしが渡りの地を見聞しに行った時に、はい、クワーツが出してくれたんです。それにわしもうハマってしまってそれこれは名物だと。あ、いやいや、それほどうまいはらこ飯、400年の時を超えて今でもみんなに食べ継がれてましてね、こちらの仙台城でも食べれますし、そしてまた我ら伊達武将隊のお弁当が仙台駅にて販売しておりますけど、それにもはらこ飯入ってるほどうまいので、ぜひそのサンタのお米と一緒にわしのはらこ飯を作って一緒にみんな食べてみてくださいと。わし一つは腹立ってることは、いや、どういたしましたか。伊達武将隊弁当という駅弁が今仙台駅で売っておる。おお、さようでございます。まあ、結構人気で売り切れるんじゃけれども、早く売り切れますな。わしら武将にちなんだ宮城の食材が全部入っておるわけです。真ん中に腹こ飯でこやつが主役を張る。めったきが押し切る。いや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 、やはりご飯の主食と言ったら腹こ飯ですからね。確かに、でも腹こ飯はうまい。仙台城の腹こ飯はもう絶品。絶品ですね。後でこっそり。ぜひ皆様も腹こ飯食べてください。というわけで以上でございました。先ほどちょっといただいてしまったけど。なるほど。では私の方からは、ネズジンパチ一人や不安やから、お二人のゆえ二人でもおせ、あんならうちからあの手伝いに出す。いやいやいや、それでは私が紹介いたします。上田に今最も推しに推し推し推しまくる B 級グルメは
追いだれというものがございまして、追いだれ醤油ベースのタレでニンニクを入れたタレでございます。これを焼き鳥や追いだれ丼に焼き鳥丼にかけるとまたこれが絶品、頬が落ちるぐらい美味しいでございます。あれは皆様ぜひ上田に来た際は追いだれ丼ぜひ食べてみてください。追いだれ丼、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 追いだれ丼もありますね。今追いだれ焼き鳥だけでございます。あとラーメンもございます。ラーメン、追いだれラーメンも手当たり次第手を出すのが信州人の悪い人手玉鉄砲数打ち当たる作戦でございます。でもどれにも合うわけじゃろ。一番合うのが、はい、昨年ここで出されたあのあれや牛タンにかけたときは絶品でございます。伊達真田コラボで牛タンをいだれ焼きとか昨年の話ですね。それはあれ出したい、うん、あ消費を通るのしたいとはなるほど、おいだれ聞こえる、聞いてたら腹減ってきた。正宗様お腹すくとお腹鳴りますからな。本当にな。隣のホロに出して無口なんです。なんかホロいたせる。この追いだれ実は甘口と辛口とお店によってお味が違うございます。甘口の方は信濃の名産。巨峰やリンゴをすりおろしてさらにお味に深みを出しております。辛口にはやはり信濃の名物七味唐辛子などを入れて少々辛くしたものもございます。どちらもこれが麦酒に合うんでございます。大変美味しいございますと。ちなみにお店の方は夕方から5時頃からのお店が大変多ございますので、皆様ぜひ上田にお泊まりになって追いだれをお楽しみくださいませ。おー、うまそうだな。まあ、ぜひ泊まっていただいてたくさんお金を落としていってください。そら仙台も一緒じゃん。ありがとうございます。おいしいもの食べたら次は何するかの。次は睡眠ですかな。いくらわしより10個上だからって食って寝てばかりいるから太るんだ。申し訳ございませんでした。食べて寝てしまっては牛になってしまいますので、その前にお風呂にちゃんと入りましょう。あ、お風呂でございますね。温泉、はい、欧州は名湯がたくさんござるが上田はどうか。上田にもかなり温泉がございます。日の元で失礼いたします。私、雪村が説明させていただきます。日の本で温泉が一番多いとこは北海道、面積が大きい場所でございまする。第2位が長野でございまする。おお、補欠を掘った。長野は石を投げれば温泉に当たる。上田も温泉が多ございます。その中でも私の一押しは別所温泉。有名ですな。池波正太郎さんが書かれたあの真田太平記、あそこでも書かれておりまする真田幸村の隠し湯石湯というのがございまする。現在におきましては巨大に真田幸村の隠し湯という巨大な名前全然隠しますよ。これが見事な温泉でございます。私甲冑のまんま入らせていただいてぜひ別所温泉お越しの際は石湯にお越しくださいます。錆びな。結構錆びております、ね。錆びております、ね。この辺が錆びておりますな、ね。やはり温泉入るときは甲冑脱いでください、ね。以上でございます。おカズで負けた。いや、カズではございません。失礼ございます。ちょっと待って。はい、では私から。仙台宮城の温泉。数々ありますが、私がおすすめするのは鳴子温泉にございます。おこの仙台の少し北の方、大崎市のところにですね、鳴子温泉というところがございます。5つの温泉郷が、つながるのですが、全国で11個の温泉泉質があるんですが、そのうちの9つを鳴子温泉で占めてるんですね。ということは、その温泉に入れば肌がピチピチになるわけでございます。なるほど。何歳ぐらい若返る？400歳ぐらい若返る。400歳若返るということはお主今470、470歳ぐらいにはなるってことだな。今70歳ぐらい
はい、1回入れば400歳若返る、はいはいね、私もう1回入ったら0歳になってしまいます。はい、というぐらいですね、はい、お肌にいい繊維質がたくさんあるんでございますね。しかも、そこの鳴門温泉では湯巡りチケットというものがございますので、うん、6カ所ですね、58か9つある温泉地からですね、6つの温泉をその1日で日帰りで巡ることができます。そしてなんとあと下駄の手形というものがありまして、下駄の手形、はい、それをお店に持っていくと何かしら割引や特典がいただけるという、何かしら、はい、お得なんでございます。もうね、お得とか無料とか言うと女性大好きでございます。すごい勢いでうなずいてます皆さんが、うんうんってやってますよ。ぜひぜひ鳴子温泉にこの秋は行ってみてくださいませ。お、非常にございます。さすが北殿じゃ。では足からも一つ、はい、日が出てきて暑ないか。暑いですね。温泉に入りたくなってきたな。あ、そういう窓足ですかね。今からでも行ける温泉が仙台にはございます。仙台城から西に行けばいい。仙台の奥座敷秋湯。秋湯にもわしがかつて入った温泉がございます。そこにはさすがに伊達政宗の湯とは書いてない。わしの甲冑などが飾ってる。我が伊達家のご当地場ですからね。ええ、おはぎも美味しいございますから。言えば滝もございますか。滝も、秋尾滝もあると。車など使えば、ものの15分くらいでここから、ぜひ温泉に今日入りたいと思ったものは行ってみると良い。日帰りの湯も多いですからな。まあ、ね、行きますか。参りましょう。おい。兄弟で行くな、兄弟で。さあ、わしも連れてってくれ。かしこまりました。ありがとうございます。はい、おいしいもの食べて、綺麗なもの見て、温泉に浸かって体休めて。ですが、やっぱり体動かしたいですよね。わかんない。待って待って待って。順番を考えます。はい、紅葉で体動かしました。ね、はい。うまいものいっぱい食べた。はい、温泉入った。温泉入った。綺麗さっぱり。はい、いやでもね、旅行って言ったら、あっちこっち行かないとね、ということで、お祭り。祭りか。先日仙台の方では常禅寺ストリートジャズフェスティバル、こちらもあって大変にぎわっておりましたからね。行かれた人おる？あ、そうですね、意外とでも少ないよな。じゃあこれからの祭りというと仙台にあげ何かございましたかね。といえば光が何かこう関係したような、何でございましたっけ。はい、こちらのご婦人知らない。本当にたくさんそこに来ていただいているみんながみんな一斉にわー綺麗だなっていう、それほど素晴らしい
晴らしい祭りがありますから、今年も12月6日から31日まで仙台光のページェントを行われますから、ぜひ仙台にね遊びに来ていただけたら私は嬉しい以上にございます。光のページェントは日本で行われておる市民の協力で開いておるイベント、市民からの募金などで成り立っている、その日本最大の催しです。昨年もわしらそのために募金活動をね、はい、路上の方でさせていただきましたけど、たくさんの寄付で成り立っておるということもわしらも再認識したところで、ぜひ皆様のご協力をよろしくお願いいたします。わしには娘がおった。その子はいろは姫といって徳川家に嫁いだ。徳川家康様の六男松平忠輝という男のもとに嫁いだ。仙台を出ていくわけだ。おしは見送りの際に町人たちに協力してもらって、家々に安どんともしてもらって、昔はもう平屋建てばかり、あんなウエスティンなどというわしよりも建物はござらん。もう全部まちまちが明かりで埋め尽くされるわけだ。それを娘への花向けとして見せて送り出した。ページェント見ておるとそういうこともわし思い出すわけじゃ。めっちゃくちゃロマンチックじゃから、めちゃくちゃなんて使うのは久しぶりですな。自分でおっしゃいましたね。びっくりしましたわ。まさむねこ一斉攻撃。どんなことだよ。いや珍しいです、それほど考えない。わしぐれないこうかな。危ない。まさむね様危ないですよ。動揺しすぎ。確かにあれはとても綺麗でしたね。その様子、あちらのお土産コーナーにある阿波城展示資料館の CG シアターで見ることができますから、ぜひ見に行かれてください。みんな見に、ぜひ冬にも遊びに来ていただければ。こちらの祭りは、うちの祭りはこれからは紅葉祭りがございます。お主紅葉祭り、紅葉祭り、紅葉プロ、紅葉ちっちゃいの、ちっちゃいの。頑張って頑張ります。はい、紅葉祭り11月2日から10日にかけて紅葉祭りというものが上田で開かれまする。その中には、気分は戦国武将乗馬体験なんてものもございます。一般の方が乗馬できるんですよ。はい、乗馬体験コーナー、そして甲冑の試着体験などもできまする。あとそれからですね、うまいもん大集合、信州上田うまいもん大集合というものもございまして、うん、上田の、グルメがたくさん集まるものがございます。どのようなグルメじゃ。まだわかりません。でも、おいだれとこれからおいおい、おいだれ、おいだれ。期日は、期日は、11月2日から10日にかけてやりますので。長いな、はい、ずっとやっておりますので、はい、これからこれからどん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 おいしいものが、うまいもの大好きだから、これからどんどん美味しいものが出る店が決まってまいりますので、はい、ご期待ということでお願いいたします。あとは目玉がございまして、はい、11月の2日に我ら武将隊が出陣いたしますが、はい、我ら武将隊が今期全員揃ったことがまだ1回しかない。はい、9月7日に初めて。こちらも2回か、こちらも2回ぐらい。ああ、いいそうはないんだ。いや、みんな名古屋さんもあんま揃ったことがないらしい。忙しいですな、それ。忙しいでございます、はい、うちもようやくあと2回目が11月です、ね。はい、で、集合いたします。4年あとは、あれやな、上田市の観光課が回っておかなかった。はい、そのままでございます。タイミングはこれが紅葉祭りでございます。60万球何個ってこと。想像つきますけど、想像できないという人は今あの仙台港港の方のアウトレットで、あの12万球のございますね。アウトレットで12万球の光のトンネルをやっとるから、それ見て比べてみる。常禅寺通りといえば道路の中央が遊歩道となっておりますからね、そこの周りを囲まれるので、先ほど重成様がおっしゃってたように光のトンネルと、端っこから見たらそれはもうどこまでも続く光のトンネル、異世界にこう来た、異世界って言うんですかね。まあでもそんな感覚はするわな。、はい、世界に来ておるのわしらの方だよ。やっと寝れますな、これで。なんで寝ようと景色を見て、はい、
して、はい、プロに入って、はい、祭りに参加して、はい、何ヶ月間寝ずにいや、寝ていいと思うけど、一日しっかり寝てそろそろ終わっていいか、ぜひぜひ県外から来た方は仙台を満喫して良い思い出を作って帰っていただきたいし、仙台の者たちもそれ以外の方々もぜひ上田にも足を運んでいただきたい。わしら伊達武将隊は、まあ、主なお役目は観光 PR、 それともう一つわしは大事なお役目があると思う。毎度毎度行く先々で言うんだけれども、我らが預かる土地の者たちを元気に、わしらが400年前に生きた、いろんな戦やった飢饉もあった苦しい思いをして、なんとか生き抜いて、わしは江戸時代まで行けたけれども、池村殿は合戦で死にした、そういう方もおる。ただしみんながみんな一生懸命生きようとした、そういった生き様を現世に伝えることで、現世でも苦しいことはいっぱいある。旅行に行って楽しいけれども、帰ったらまた仕事が待っておるかもしれん。もうどうにもならんことも嫌なこともいっぱいあるけれども、それに打ち勝っていくような元気をわしらが与えられればと思って、わしらは武将だ。一つは夢なことだ、はい、仙台は当たり前に武将がいる町にしたい。で、子供たちには憧れてあの風になりたいと思ってもらえるような存在でありたいし、例えば年配の方々にはいつも元気でいいわね、心の支えになるわと言われるような存在で、正宗と、この町は正宗が作った町だ。上田も池村殿が守った土地だろ。そういった町の魅力をどんどん出して進化させて、これを後世に残していきたいと。だからこうやってご縁があって来てくれることはとても嬉しいし、これをこの場だけで終わらせるように、これからも協力し合って、わしらの戦は敵を倒すことではない、仲間を作っていくことだ。これからもどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。来てくれた皆も本当に仙台に来てくれてありがとうございました。では今日の PR はここで終了として、せっかくこうして揃ったのじゃから、わしらの集合写真撮ってもらって、ささやかながら土産としていただきたい。はい、かしこまりました。それでは最後にここに集まってくれた皆への感謝と、信州上田とこの伊達の地のますますの交流を記念して、全員で勝ち時をあげたい。しげさね、はっ、我らの勝ち時は右手を上げ、えいえい、王と三度、皆右手を上げよう。おれ、さあ、みんな上げてくれ。さあ、皆様ご一緒に、はい、威勢よくなるぞ、いざ、えい、